みおかち専門チャンネルです。今回はですね、アニメ妖怪宇宙音符の新しいオープニング考察いきたいと思います。久しぶりですよね。アニメ始まってもう1年半ぐらい経つわけなんですけど、ついに新しいオープニングでございます。ということはですよ、こっから新しい展開あるんやなかろうかと、今までの流れとちょっと変わってくるかもしれないですよね。てか今までなんで1年半ずっと同じやったっていう疑問もございますけども、てかですね、ぶっちゃけ言うと、昔の例えば無印の妖怪宇宙と比べると、その音符バージョンの妖怪宇宙のアニメで若干ですけど、クオリティ下がってる感は否めない。それもう正直な話ですけど、アニメーションだとかストーリーだとか、昔の方がもうレベチで良かったんだけど、今ちょっと落ち着いてる感じってもあるんだけど、今後ねかなり期待できそうな、そんなオープニングでもあるわけなんですよね。まず新オープニングやんかと、新しいオープニングソングななみさんが歌ってるやつやし、ということで、ね、もう順番に見ていきましょう。気になる点は基本的に2つでございます。ケータゼロ式積もってるやん。さらにエンマ大王がですね、闇落ちかというね、この2つがめっちゃ気になってるわけですけどね。今回のですね、新しいテーマソングがギョロリングいうことなんですよね。三つ股のづちけみたいなそんな感じもしますけど、めっちゃ中毒性あるんだよね。ギョロリングリドーン、シジミングリドーンみたいななんかね、イン踏んでるしさ、なんかめちゃくちゃ覚えやすいし、また聴いてみたくなるような、すごいキャッチーな曲なわけ。しかもですね、ケータたちが踊ってんだけれども、またこれね、ラッキー池田さん振り付けのやつ、これはですね、妖怪ウォッチ再燃の可能性もあるし、再燃してほしいし、こちらですね、 YouTube で公開されておりますんで、もう詳しくはちゃんとした曲はね、そちらで皆さん聴いて再生数上げていきましょう。まずですね、アニメのロゴから入りまして、さくら第一小学校のね、校舎映ってんだけど、実はですね、いろんな妖怪がちょいちょい出てるわけなんですね。まずこちらよく見るとウィスパーが浮いております。まあいろんなところに妖怪いるよねと、まあ基本的に普通の人間には妖怪見えないんだけれども、いろんなところに妖怪おりますやんねということかもしれないですね。でさらに校舎内見てみると、ジバニャンが校舎に映ってたりするわけですよ。でさらにケイタのクラスの5年2組かなと思うんだけど、コマさん、コマジローがね、チラチラと影見えたりするわけですわ。そして出てきたのが、妖怪ウォッチゼロ式でございます。これもともとはさ、映画妖怪ウォッチの第1弾でですね、ケイタの時計がなくなった。で、その原因を調査すべく過去へ行く。そして自分のじいちゃんの形像が実は妖怪ウォッチを誕生させた人ということで、ゼロ式がね、爆誕するわけなんですわ。そのゼロ式が、ここで出てくるということなんですよね。今までですね、ずっとケイタは初代の妖怪ウォッチをつけてたわけなんですけども、ここへ来て、ついにゼロ式が出てくるということだよね。これなんかアニメの新しい展開あるかもしれんよ。ケイタ過去行ったりするかもしれんし、ケイゾーがまた出てくるかもしれんし、面白い展開になるわけですね。来年のですね、7月11日で妖怪ウォッチ10周年ということで、レベル5さんは盛り上げようとね、いろいろ考えてらっしゃるかと思うんですけれども、これね、なんかワクワクするよね。もうすぐしたらですね、新しい時計も出てきそうなんだけど、ゼロ式まず出てきましたねと、今後もしかしたらアニメでケータがゼロ式ずっと使っていくかもしれんと。ちなみになんですけど、この音符の1話でなんかその伏線があるわけなんですよ。ウィスパーがですね、うるさ、ウィスパーがですね、5つの時計をお手入れ、修理に出したわけなんですよ。初代の妖怪ウォッチ、そしてゼロ式、そして妖怪ウォッチ U1、そして妖怪ウォッチドリームにエルダ、この5つの時計をですね、修理に出してる、お手入れに出したら、そしたら初代の妖怪ウォッチがピカピカになって帰ってきて、ケイタは今初代の妖怪ウォッチ使ってるわけなんよ。そのね、お手入れに出してたゼロ式が帰ってくるということかもしれないし、エンマ大王が届けてくれたのかもしれない、ケイゾーがなんか絡んでるのかもしれないということですけど、1話で伏線があったのよね。それが今こうして回収されるんかいなと。そしてですね、ケイタが左手にすでにね、妖怪ウォッチゼロ式つけてるわけなんですよね。これはアニメ妖怪ウォッチ音符の第2章突入ということなんやろうか。しかもね、めっちゃキャッチーな動きしてるなんかこういう動きやからさ、結構ね、覚えやすいダンスかもしれないですね。これで、ケイタくんがですね、サッカーボールを持ってこう、河川敷を歩いてるんやろうから、ケイタくんってサッカー得意やったかな？これはもしかして、稲妻イレブンの伏線ということなぁ？ちゃうか。ちゃうか。ケイタの友達のフミちゃんとか、あとカンチとかクマとかがさ、こう、追って手上げてさ、ケイタみたいな感じでこう言うてから、ケイタくんがですね、そのサッカーボールを蹴り上げるわけ。すると、そのサッカーボールが爆発するわけなんだよね。これはもしかして名探偵コナンくんの
タロなんかなとか思ったりもするよね。なんかコナン君ってさ、ベルトからサッカーボール出てきたりするやん。でそれを蹴って犯人を倒したりだとか、まあいろんなねことするわけなんだけど、まあそんな感じでサッカーボールが爆発するといろんな妖怪メダルがこう降ってくるみたいな、まあそういう演出あるわけなんですけどね。で基本的にはですね、Z メダル、緑色のメダルが今後いっぱい出てきそうなんですよね。でしかもさ、10月になったらですね、妖怪ウチゼロ式のおもちゃが発売。なんか今までの妖怪はちょっと見た目も変わってるし、仕様も変わっているんかな、ようで。めちゃ楽しみだよね。その動画もまた、おもちゃの動画もね、またアップしようかなと思ってますけど。で、さらにその、おもちゃの時計に対応したメダルもね、ボンボンと発売されるわけなんですよ。それもすごい楽しみ。10月ワクワクそうぞ。なんかですね、新妖怪が出てくる気配はね、なかなかなくて、その辺はちょっと残念ではあるんじゃけれども、まあ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 、まあ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 。そして妖怪ウォッチゼロ式で妖怪を召喚するケータ君、ベゼルを使ってですね、0から1へ、そして1から2へみたいな、すんごい高まるね、そういう仕様なわけなんですよね、ゼロ式って。ケータがですね、妖怪メダルセットをしたら、冬にゃんがこう登場したりするわけなんでね、冬にゃんということは、形像も出てくるんかみたいな。これなんか伏線なんかなみたいな。そしてですね、こっからいろんな人気妖怪が出てくるわけなんですよ。ロボニャン F 型。昔はですね、ロボニャンが結構出とったんだけども、もう途中からロボニャンは全くアニメに出てないわけなんですよ。まあ、その詳細はあんま言わんけれども。そしてですね、めっちゃかっこいいキュービ君。なんかこう、ウィンクみたいなハート出したりもするし。そして S ランクのオロチッチ。今回はですね、アニメのオープニングで、目出ておりません。たまにですね、オープニングとかエンディング見たら、オロチ両目がね一瞬見えるシーンとかもあったりするよ。こうチュッ、いや一瞬見えたりするんだけど、今回ですね片目だけしか出ておりません。そしてこっから気になるシーンがねいくつかあるわけなんだけど、ヌラリヒョンが出てくるわけ。エンマ大王の部下ヌラリヒョンが、これですね、杖を使って攻撃してるわけ。場所はね、これ、妖魔界なんかなみたいな。空がさ、めっちゃ黒がかってますやんか。ということは、なんか昔もありましたよ。アニメ妖怪ウォッチびっくりマークの最終話。妖魔界に宇宙人ブラックホールのマゼラたちが襲来してくるっていうシーンがあったじゃないですか。それを彷彿とさせるようなシーンなわけ。これはなんかさ、物語の進展あるかもしれない。今のさ、アニメ妖怪ウォッチ携帯編って言うたらですね、こう1話完結、1話完結みたいな。サザエさんとかドラえもんみたいな感じだと思うんだけど、またこれストーリーが展開する可能性あんのかなみたいな、ちょっとこうワクワクするような、ドキドキするような、そんなシーンありますやん。でその後にですね出てきたのがエンマ大王なわけで、エンマ大王のね背景よく見てもらうとですね、宇宙なのよね。宇宙みたいな。これどういうこと？アニメ妖怪学園はなんか繋がっているのか、それともバトルの場所が宇宙になるのか、これかなり気になる展開ではありますね。で、さらにね、エンマ大王なんだけど、目が赤くなってるわけなんですわ。妖怪ウォッチのアニメで目が赤くなるっていうのは、結構ですね、闇落ちのケースがあるわけなんですよね。カイラッチとかが闇落ちしたら目が赤くなったりだとか、姫のあやめちゃんにジュローグマが憑依してる時も目が赤くなったりしてるわけなんよ。もしかして、エンマ大王闇落ちしてまう？昔のですね、無印のアニメ妖怪ウォッチの138話でガチンコ像あったじゃないですか。あの時さ、ケータが妖怪ウォッチでエンマ大王を召喚してんやけど、その時もね、エンマ大王目が赤なったりしてるわけだから、本気モードのエンマ大王の可能性もあるわけ。エンマ大王が本気になる相手って一体誰なんて、その辺もね、目先になりますよね。めちゃくちゃ強い最強のボスが現れるのか。で、エンマ大王って言ったらさ、覇王エンマ玉みたいな感じで攻撃すること多いんだけど、これ珍しくさ、グーパンしてんだよね。ワンパンチみたいな感じで、グーパンしてるわけ。これも珍しい攻撃だよね。今までにないような攻撃ちゃーん。で、こっからですね、おなじみの妖怪たちがちょいちょい出ております。レジェンドのうんちくまとか、ノガッパとか、そして、ウサピョンも出ております。でね、ちょっとここで残念なお知らせなんですけれども、なんとですね、イナホちゃん、ジェリーちゃん、リストラでございます。マジか、みたいなね。1個前のオープニングではジェリーとか稲穂ちゃんね、チラッと一瞬出てたわけなんですよ。それがね、
全然今回出てきてないというかね、アニメ妖怪ウォッチ音符では一切出てきてないんですよね。オープニングにすらもう出てこなくなってしまったということで、今後出てこなさそうだよね。ちょっとそれは残念ではありますけども。メリキン妖怪のさ、トムニャンとかも今回ね、出てきてないんですよね。まあ、お馴染みの妖怪たちが今回メインで登場してるかな、みたいな。そんな感じでございます。そしてこちらめちゃくちゃ可愛いね。吹雪姫、百鬼姫、椿姫とかも出てきております。みんな手繋いでんだけどさ、紛れで人面筋も混ざっとるみたいな。で、最後ですね、みんなで、ギョロリングリドン言うて、ダンスしているみたいな感じで。で、コマミちゃんがね、もうレギュラー化してる感じはあります。もう結構なポジションをね、コマミちゃんしれっと取ってんのやなと。だってもう可愛いもんね、コマミちゃんね。ってことでですね、まとめますと、今後ゼロ式が消えたね、主流になりそうだと、妖怪ウォッチの新展開もありそう。もしかしたら妖怪ウォッチ音符第2章始まるのか。そしてですね、エンマ大王ヌラリヒョンの動向も、今後かなり要チェックだなという、そんな感じでございます。で、なんかね、ABEX さんのその YouTube チャンネルの方では、ナナミさん本人が出てですね、歌ってなんかファーストテイクっぽいような動画もございますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。